寒いです。12月23日、金曜日、雪です。陸前高田、ここ我々は奇跡のボランティアセンターと言ってます。はい、とてもとても素晴らしいボランティアセンター、はい、私前来たの11月なんですけど、この1ヶ月でまた大きく変わってるところがいくつかあるので、ちょっとご紹介をしたいですね。はい、まずね、これですね。ポリタンクない。ここにこの大きなオレンジ色のポリタンクが、川の水を汲んでスコップとか手とか洗ってたんだけど、まあ、顔も洗わないでください、あとは絶対飲まないでくださいっていう状況です。これは、ペーラン用の水だから飲めませんと書いてますが、お湯が出そうですね。お湯が出ます。ちょっと出してみて。あったかいお湯、あったかいお湯、お湯だ、すげえ。これすごいね。あったかい。ボランティアの人たち嬉しいね、これね。これは嬉しいですね。なるほど。冬ここで水で洗うと思うんで、ちょっと確かに、うわ大変だなと思う。これあったかい。あれしてる？これ中国のエネルギーメーカーが2年間無償レンタルをしてくれたみたいな。はい。で、ここで生まれた電力でボランティアセンターを全部動かそうと、まあ、このようなテストケースになるんですね。ここに書いてある自然エネルギーでみんなで目指そう、美しい東北の復興を頑張ろう岩手、頑張るぞ岩手と、製造メーカー中国語です。ちょっとなぜここに日本がいないんですか、佐藤さん。複雑ですね。複雑ですね。複雑です、はい、なんで日本が支えないのかな。ちょっと残念、残念ですね。念。まあでも中国ありがとう。はい、はい、トイレが、はい、あそこ、ここ和式だったんですけど洋式になってます。すごいね。ウエスタンスタイルって書いてあるんで、多分外国人の外国人多いですもんね。ここ多いもんね。注意がずっとね、毎日8万人超えました。すごいね、8万人。11月12日の段階で8万人。今日は少ないですね、32人。少ないですね。ここにいろいろな注意事項が、首踏みとか虫刺されとか、ボランティア保険、マスク、いろんなことを注意してます。看護師さんも必ずいるね。なるほど。干し柿がありますよ。ここにね、なんとかかけて、そうですね、中にコーヒーとかお菓子とかチョコレートとか。うわ、大盛況。なんかあったかいです。あ、みかん。ありがとうございます。ボランティアから帰ってくるとみんなをあったかくね迎えてくれる場所ですから。ごめんなさい。コーヒーがね、嬉しいんですよね。いろんなところから、ほら、応援のね、こういうのずっと大切に取ってあるところが、ここの特徴ですね。センターがなぜ奇跡のボランティアセンターかという言われている理由を皆さん見てください。いらっしゃい。手振り隊です。手振り隊です。奇跡のサンタ方にバスが見えなくなるので、ずっと手を振ってくれます。本当に振ってますね。そうなんです。何の役に立ったんだろうって、もう不安に思っている時にこうやって手を振ってくれるんですね。やっぱ来てよかったんだなって思うんですよね。で、また来ちゃう。助けに来たつもりが助けられるんでね。それでは、陸前高田ボランティアセンターからでした。また次来るとき何か変わってると思います。雪寒い寒いね。来ちゃいました。寒い。
太陽光パネルは今止まってんの？全然使えてない。ダメなの？しかもなんか風で倒れたりして。なんかそれっぽいですね。そう、全然使えてないですよね。あ、そう、もったいないな。覚えら